ベリー。机が汚すぎるので返事返してくれた、どういたしまして。まだ返せてないのがいっぱいあるので頑張ります。明日頑張るもん。ただいま。赤くなってるんだけど、ハートありがとう。さっきぶり。みんなはリペンしてないけど、リペンしようかなと思ったけど、この配信終わったついでにリペンしようかなと思ったけど、別にいっかと思って明日でもっていう感じですね。リプレイ来ました？よかった。なんやなんや。なんやなんや？なんやなんや。明日の天気雨。今日も雨なの知らなかったんだけど。外出てないから。あ、外出たわ。キッチンさん、マシュマロありがとう。え、元気あるよ。大丈夫だよ。ここでカナウが元気をなくしたらきっと上の人の思うツボだろうから私は元気って言います。なんかさ、八割のやつも 1.1万いってる。やった。なんか X に課金しちゃダメって言われたんですけど、そんなさ、後付けだよね。いつも後付けなんですよ、そうやって。ルールを。でもそれは、絶対、カナウがやってたからダメって言っただけであって、絶対カナウとか他だ、カナウがそれに入ってなかったらダメとか言ってなかったんだろうなって思いますね。意味わかんないよね。そんなん言われてないしって思った。そう。しかもめっちゃなんか、言い方がちょっとあれだった、自分的に。アンチじゃない。あ、やばい、LINE。あ、LINE が。でも、うちは、でもきっとね、これでうちがもうしょげたら、なんか、どうせね、笑ってると思います、今頃。うわ、しょげてるって。なので、私はしょげないんですけど、全然。ムカつきますね。しかもなんかさ、マジで意味わかんないんだよ、本当に。なんか言い方本当に、え？みたいな感じだった。なんか、ちょっと言い方悪くないみたいな思った、普通に。なんか、まあ別に、そう。え、そうそう。なんか別にさ、そうやってね、人のね、あら探しばっかするんだよ。まあ別にいいんだけど、今1位だから。だからかなと思った。みんなそうやって、上の人は、カナエが1位になったからってね、あら探しを始めるんですよ。意味わかんないよね。もう、ひどい。みんな、大人は。しょげてないですよ、元気で。やば、初めてのお使い見たかったわ、それ聞いて。そうそう。え、しかもなんかもう本当に、でも普通になんか言われたら、なんか、え？みたいな。普通になんか誰でも言われたら、何この文章って思うような言い方だと思う。そんなん聞かれてないんだけど、みたいな。言われてないんだけど、みたいな言い方された。
アルサガチ大好き。そんなごちゃんの人たちと一緒じゃん。なんかまたかな、なんか作られてたんだけど、なんかネタにされてる、やったーみたいな、やったーなんて言ってないし、そんな嬉しいみたいな、いやーイエーイみたいな言ってないしと思って、イデカナって調べたら X で出てきて、なんかなんだっけ、なんかね、どこだっけ、これだ、ごちゃんに私のせいで立っててめっちゃ叩かれてワロタだって、え、ワロタなんて言ったっけと思って見た、読んだ、読んだけどさ、読んだけど面白いですね、とっても。ね、なんか仕事任せられないとか言われたけど、でも自分もともと仕事もらったことないしと思って、なんか静岡県出身だし、ここら辺の仕事は全部回ってこないし、もともと少ないのでもう大丈夫ですと思って、自分でいろんなオーディション受けようって思った、一生回ってこないから。見損ねたの嬉しい、やったー、8割。そう、いつも後付けでルール変えてくるんですよ。でこれがカナウだったらダメだったけど、ダメなのに他の人だったらいいんだよ、普通に。意味わかんないよねって思う。こいさん、あとありがとう、嬉しい。でも自分はみんながいるから大丈夫です。オーディション室に在籍してる、え、違う、え、なんか仕事のオーディションとかあるじゃん、なんかドラマのオーディションとか。そう、ドラマのオーディション受けれなかったのもなんかこっちは結局悪くなかったみたいな感じだったし、意味がわかんないです。私は全部想像できないのに、それな。マッツさん、ありがとう、嬉しい。まあ別にいいや、そんなこともありまして、もう元気です。大谷翔平みたいにルール作ってくれ。確かに。キッチンさん、ありがとう、嬉しい。マッツさん、マシュマロありがとう。おい、どうしよう、どうしよう。いや、私はね、映画のオーディションとかたまにあるね。そう、そうなんです。私たちはオーディションを受けさせてもらえなかったんです。で結局なんか普通にこっちは悪くなかったらしいんだけど、うちらはありえないよね。オーディションの交通費じゃバラいいんじゃない、その場しのぎってのがバレちゃう。仕事の場所受けないと卒業するんやで。え、不正にとは仕事の場所受けれないの、なんか受けれる、切れるかと思ってたかって。そうそうそう、それあの、あれのオーディションかな、確か、多分わかんないけど、あんま、そう、ひどいよね、あれも。自分たちは本当は受けれる資格あったんです。なんかあの時はもしかしたらなんか普通に自分には受ける資格なかったのかなって思ったけど、受ける資格すらなかった。あの時はひどい。そう、目玉ないじゃん。ごちゃんから来ましたって初めて言われたんだけど、うちのアンチするなら帰って。1位になって注目浴びる、すごいすごい。バーンされてないよ、そう。電話？電話じゃないよ、なんか兆し、何兆し、知らない、兆しが誰かも分かんない、うち誰ですか、
あきませんの話。そう、私もさ、よくそれ見るけどさ、キサッシが誰か分かんないし、全然、知らないんだけど、って思う。やめさせろよ、反省してんのか。やめさせろよ。私、キサッシさんとあんま喋ったことないから分かんないって。お前の話題しつこいんだけどやめさせろ。知らないよ、かな。そんなこと言われてもやめれないよ。話題。話したことないもん。話したことあるけど。旗ありがとうぐらいしか言ったことないし、そんな。とりあえずオムライス作って。ターボーが旗ありがとう。高木さんがありがとう。そう。大丈夫ですよ。あるのかよ。あれだよね。なんかその人が分かんないけど、なんか配信来てるなって思ったことある。なんか見たことあるなって思った。なんかさ、自分がさ、なんだっけ、静岡帰ってた時さ、もう、ああ、そう、確かに NG 書いて最初のマジリオクタね。そう、うちが静岡行ってる時さ、なんかさ、もうさ、なんか、このまま辞めればよかったって思ったけどさ、なんか、ファンの方がさ、いてくれたからさ、うち戻ってこれたのにさ、しかもね、その時はなんかめっちゃ優しく止められたっていうか、なんかめっちゃ優しくされたからさ、優しくされたら自分だってさ、やめなくなるじゃん。なんか、そう、優しくされたらうちだってさ、そのやめなくなるじゃん。やめるのやめようって思ってたけどさ、なんかね、そうやっていっぱいさ、うちのあら探し大好きな人とかさ、なんかひどい言い方する人とかさ、いっぱいいるならさ、うちさ、もうあんだけやめればよかったって思っちゃう。やめないけどね。でもやめればよかったって思うけど、あの時に。でもなんかリプ返とかするとなんかみんながいて元気をもらえるので、私はやめないですけどね。そう、でもやめないよ、やめないけどね。なんかファンの皆さんのせいとかじゃないよ。でもやめたいって思うことはよくあるよ。でもやめないよ、大丈夫だよ、みんながいるので。みんながいる限りはやめないです。そう、だからリプ返とかしてありがとう、みんな元気をくださって。もうそれなかったら多分自分、じゃあそれじゃない、間違えた、もうみんながいなかったら自分消えてたかもしれないから、ありがとう本当にみんな、ありがとうっていう感謝の気持ちを伝えた。今そんな言ったこと言わないけど、あんまり。不協和音とか大好きだった、中学校の時。マサイさん、マシュマロありがとう、優しくされたらってかなちゃんじゃないか。そう、うちマジでちょろいから、もうなんか優しくされたらさ、なんかああって思っちゃうんだよね。うちちょろいんですよ。自分の強い意志を持ってる人になりたいですね。かなちゃんの配信配信見てんじゃない。問題児だから。朝6日ぶりの学校いいな、高校に戻りたいね。かなたの味方いっぱいいるので。そうだから、もうみんながいて嬉しいと思ったから戻ってきた。そう、まさやさんありがとう、マシュマロ。みちさんと何話す？1億人バズの話しました。みちさんとは1億人バズの催眠術の時の話をしました。裏話みたいな。いや、なんで悲しいこと言わないで、言わなかった。
これが直せ、ありがとう。そうそう、それみんなやるからいいしって思ってる。そう、アンチは少数だからね。うん、アンチは、アンチの人はいいと思います。別にでもアンチの人ってね、こうやってカナが悲しんでるのとか見て見るのが好きなんだよ。だからちょっと面白いですね、そういうくさびれた人間。オンライン話し会に使えたか、やった。ヘッドホン使うの、イヤホンでいいのに。やめるって言ったらママさん大激怒じゃんかよ。別に激怒じゃない、今激怒じゃないけど、その日もあるさ、人間だもん。確かに。でもまたうちが病んで休んだら、病んだから何々って言われるから嫌だ。もう二度と休まないにしよう。そんなん叶うだけじゃないのにって。大学で一度でめっちゃガッツポーズした。マジでめっちゃガッツポーズしたい、もうみんなの前で。あー、おもろい。確かにめっちゃうざいやつじゃん。1位になってなんかもうはしゃぎたい、事務所内を全部走り回りたい。1位になりましたって言って。毎週リペンするかい。毎週リペンしようかな。もし辞めるなら自分も辞めるって覚悟ある。なんで、私目標会議辞めたよね。そうだからね、辞めないんですけど、みんながいるから。みんながいなくなってもなんか自分そろそろやばいかもって思ったらいなくなるかもしれないけど、でもみんながこうやってたくさん応援してくれているうちはやめないんで大丈夫です。そう、やめたいって思った時はみんなからのやつを読んでます。リプ編とかお手紙とか。そう、加藤さんありがとう。まだ1回しかやってないからやめるあれとかもある。そう、でもなんかさ、こういうのばっかだとさ、なんかあの時にそのままやめとけばよかったと思うけどね。でもみんなに会いたいからやめないですけど。お決まりするでもほとんどかなって応援してるよ。いや、あれ応援してないでしょ、かなのアンチばっかじゃん。だからたまになんかかなを守ってくれてる人がいると思う、なんか大好きって返信しちゃいそうになる。しないですけどね、怒られるから何もしないですけど、能力足りないから仕方ないっていう見方で。迎えに来られたら。そう、平本さんありがとう。お休みでいないか、寂しかったよ。ありがとう、そんなこと言ってくれて。カナはこれからだよ。やった、チョロかな、そうです、チョロいんですよ。何があっても信じて応援して、ありがとう。みんな大好き、もう小内とこうさんの大好きなのに。何それ、誰、山田さん歯車ありがとう。人参の話、そう、人参、催眠術 の、 あの虫の方の話をした。こっちもチョロなんでかな、ねえ、笑顔、やったー、嬉しい、ありがとう。まさやさん、誰もありがとう。暇人ね、ほんとだよ。長谷川さん、ありがとう。メロスの劇場さん、あっちをくればいいのに。うん、そうなんだよね。あんちゃん意味わかんないから。でもなんかそうやって見てくれてるのはありがたいなって思うね。だってかなを見てくれてるんでしょ、その人たちは。ありがとうって思う。だって興味なかったら何も書かないでしょ。こんにちは、もう来ると思うね、夜 OK。 確かに、頑張ろう、頑張ろうと。ゆいかたん帰ってきた。そう、ゆいかたん帰ってきた、よかった。ゆいかたんが帰ってきてよかった。大好き、ゆいた。1位になって繰り返したらいいのよ。でも1位になってさ、どうしよう、またそしたらなんかさ、またなんかやられたら、そしたら訴えよう。人気なんだか入れずにちょこちょこ出しちゃって言った方がバイバイ。確かに、次のジャーギャー、次、中間発表さ、なんかさ、私それでも叩かれてたんだけど、なんか2週間ずつって知らないんだけどみたいな、それカナエが言って嘘じゃないみたいな言われてるけど、2週間ずつですからって言われてるから、うちら2週間後に出すって言われてたからって思った。
って訂正しておくね。言われてるから私たち。マセさんありがとう。で実は身近なメンバーファンがいて。やだ。ありえるんだよね。身近なメンバーやファンが安定してたら嫌ですね。普通にありえるから怖いよね。だってさ、なんか口調的にさ、うちたまにさ、あれこの人ってこの人なのとかさ、思っちゃう。ごちゃんとか見ててさ、口調とか見ててさ、あれこの人ってって思う時はある。X のコメントの返信ありがとうございます。こちら3月23お話し会よろしくお願いします。待ってるね、まるさん。ハローさん、ありがとう、マシュマロ。よいしょ、本当に、確かに。毎週リプ返しはリプ返は月1席とかにするそう。それな、毎日リプ返しようかな。毎週リプ返しようかな。やめんなら俺も一回やめて、ヒップホップで。何ヒップホップって何ヒップホップやってんの。ゆういちさん、マシュマロありがとう。笑っちゃうほどピンチらしいね。石田調査によると。え、そうなの、なんかでも。いろんな話は聞きますよね。まあ、大丈夫です、もう。そういうところなんで。そういうところに入った自分が悪いので。こんばんは、ほがみで。ありがとう。ようこそ、やっほー。今日たくさんリプ編したよ。毎日待ってるライン来てたよ。おやすみ。寝るのね。毎日頑張ってるよ。本当だよ。ありがとう。みんなのカナエの自己肯定感を上げてくれるから、カナエはこうやって、楽しく、活動できてるんです。パパは口出してこないで。やだ。パパは口出してくるので。そんなこと言うならさ。なんか家族が口出してくるとちょっとムカついちゃうんだよ。何も知らないくせに。思います。え、ファンとしてありがとう。高校のタレ、マックみたいに入れかない一日飛ぶとか垂らしておく。え、垂らしておきたい。本通りのさ、パルコの、クワトロら辺から。パルコってクワトロ？パルコのところから垂れ流したい。しんちゃんさんありがとう、マシュマロ。かなちゃんできすぎくらいになっちゃう。で、きすぎたら打たれないから。確かに。もう、いいです。そう。アンチもたくさんしてください。うち最強かもしんない。でもなんかここまでアンチされてなんかこうやって普通に生きてれるのって最強だと思うんだよね。毎回メンタルが終わったからそこでなんか HP100 まで回復させたメンタルっていう部門をだから別に大丈夫。ありがとう、嬉しかった。本当嬉しかった。え、カナダの話何したのか気になる。めっちゃ気になる。何の話するの、カナダの。何の話題があるのって思った。ピスケさん、やっほー、反対無関心だから。そう、無関心だからね。そうなんですよ。それは、小学校の時に習いました。自分かなことは悪かった。ありがとう。カベさん大丈夫でしたねって。ねえ、ゆいたん大丈夫かな。そう。LINE してたから。そう。あんたが X 一日見てられてあるんとか。確かに。確かに。アンチの人、カナダの X 一日見てくれてありがとう。公式より先に順位表発表しちゃえばいいんです。確かに。え、めっちゃ頭いいじゃん。自分順位発表しちゃうから勝手に。明日の X。今1位ですって。俺ってバレてるかも。え、絶対さ、カノリ時々書き込んでるくない？人気名ほどアンチはつきやすいので、さっしーとか。確かに。ジンタンさん、マシュマロありがとう。人気でしょ。やった。入ったじゃん、入った。2.5 期3期のジェネチェン。何ジェネチェンって。ジェネチェン、あのリプ編のこと引用ポストで超えたよ。どういうこと超えた。あらあら、やすべマシュマロありがとう。しんちさんありがとう。うん、こわとる。しんちさんだるまありがとう。しんごくんマシュマロありがとう。こんばんは。バイオニア片ゆきにされちゃう。バイオニアね、自分だって YouTuber さんとか見てると絶対うち YouTuber さんになれないと思う。あんな疲れたら自分もやっていけない気がする。のぞみ4号さん、ありがとう。小平マシュマロ、ありがとう。元気？元気？ファンもしてしまう。普通に書き込んでる。え、だと思った。やべえ、俺天才かも。え、モンタさん、天才。アンチ。え、そう。アンチ。3期生で一番アンチ多いの自分だと思うんだよね。なんか、うちよく悪いことばっかするから文句される。
文句を言われる。本当になんかよく文句言われるんですよ自分は。それほどうちのことが気になってるってことだね。本当に実際するいくらもライブにいたの。今私今1位ですって勝手に発表するの面白くてさ、それなちょっと待ってスクショしとこう忘れないように。明日までに投稿なんだよね。だから明日投稿しようかな。それおもろ普通に。ジェネレーションチェンジって何。ジェネレーションチェンジ何それ。ジェネレーションチェンジ自分では言いづらい、ごめん。何の話どういうこと。ゆいたんとお話し会で話したの。なんで言いづらいの、なんでどういうことかな。さ幼稚園児レベルの脳みそだからさ、なんでって気になっちゃうんだよねめっちゃ。なんでじゃあゆいたんに聞こう。スクショしてゆいたんに聞こう。送って聞こう。気になるから。マルさん、ハタ、ありがとう。カナヤが自分で集計したのを載せちゃうのあれか。確かに。いや、なんか他の人の名前載せるってなんか悪い気がする。だから自分が1位ですっていうのだけ載せようかな。どうするそれでうち1位じゃなかったら。超おもろいんだけど。誰かがインプレッション100とか言ってたら悪いこと。上に負けるな。負けませんよ。世代交代。世代交代。あ、そうなの、世代交代なの。なんか思った自分も次のシングルはなんかすごそうだなって思いますね。きっとすごいんだろうなって思います。関係者近くで見るノイノイジョイのメンバー。そうなの。いいのそれ。そんな羨ましいじゃん。勝ちじゃん。間違いなく一番注目されてるメンバー。なんかいろんな意味で注目されてるよね。でもね、自分はね、もうこっから、元にも、うちもともと、厄介女だから、元に戻るのは無理なんですよ。だからもう、普通に、自分のように頑張ります。自分らしく頑張りますって思ってる毎日。まだこのリプ変換してないやつもあるけど、皆さんよかったらリプ変してみてください。今日で終わっちゃうので本当にお願いします。あ、うちら7周年前座どこ出るか分からない。もしかしてうちさこんな悪いことばっかしててさ出させてもらえないかもしれない。まあ別にいいんだけど、なんか出させてもらえないのかな、わかんないけど、知らん、何も言われてないからわかんないんだけどさ、そういうの説明されてない。多分みんなさっき知った7周年の資料が出てから、え、うちら前座なのみたいな。って感じですよ。うん、皆さんリプ編待ってます。なんか東京行きたいな。最近もうお金の余裕がないから心の余裕がないのかなって思ってきた。明日どっか行こうかな一人で。スタバ飲みたい。でも明日は絶対お部屋を片付けしようって思ってるんです。でも今日の夜は絶対にお部屋を片付けした。あ、お金なかったんだった。お金ないわ。なんかママなんかペイペイで送ってほしい、パパに。あのみちさんもひなさんも一時期ファンから責められてた時期があったから。え、そうなの、そんなことあるの。アンチョイってことに。あ、そうなの。勝手に発表して上から何か言われたらモンタって人にその会社誰ってなるくない。知られてんの上の人に誰って言われる。カナだけでもそういうのないだよね。いや別にカナは戦ってないですよ。ただなんか疑問に思うことがよくあるなって思うだけですよ。なんか理不尽だなって思うことがよくあるだけですよ。
何も別に戦ってないです。こんばんは。なんかうちいつかさ、やめさせられそう。そしたらなんかネタになるよね。間違いなく可愛すぎて世界が注目して、やめてよ、可愛くないよ。言う人はいつかとか自分に近いから。え、そう思う。なんかさ、うちにアンチしてる人多分寿命5年ぐらい縮むよ、普通に。人にそうやってアンチしてる時点で普通になんか神様からの天罰下るし、地獄行きだよって思うね。天国と地獄があったとしたら地獄行っちゃうよ。雲の糸でもし助けられたとしても私は振り落とすよ。そしたら自分も落とされちゃう、雲の糸。なんか国語の授業で懐かしい、やったな。なんかさ、糸が切れちゃうから人を、後ろから来る人を乗らせないようにしたら、なんかそのまま自分も切られたみたいな、あったよね、蜘蛛の糸みたいな話。懐かしい。そうしちゃうよ、そうなっちゃうよ。リップ編思いのほか多かった。え、そう、リップ編めっちゃ多くて嬉しい。もうやばい、めっちゃ嬉しいですよ。私リップ編ね、楽しい。自覚あるんか。うん、ある。こんばんは。急に決まった全然やから。あ、そうなの。だから言ったじゃん、さっきさんでしょ。え、だから知らなかったの。だから知らなかったの。何周年ツアー出れないってメンバーの中でもうなんか、え、どういうことよくわかんないこれみたいになってたけど、さっき知ったの。知らなかった、私。そう、さっきさ、研究生なんかまたあるのかなと思った、別のものが。そしたらそうでもなかった。でも確かに私たちお台場であるしね、周年ツアー楽しみだね。でも黙っちゃいない、確かに型破りはある意味いいことと思います。せっかくでいいかと言われる。確かに、ゲームセンター行ってない。え、行ってない。東京来て俺いるから。東京行きたいよ、私だって。もう東京に用事があるのにずっと行けてない。友達にも会いたいし。そう、自覚ある。自覚あるっていうか、向こうがうちにばっかそうやって攻撃してこなければ、自分だってそんなこうやって病むこともなかったし、悪い方向にアイドル生活が進むこともなかったですよ、と思いますね。私はありえない、ありえない、ありえないことを、ありえない、なんかおかしいことを、普通におかしいって言ってるだけですから。他の方たちはおかしいことを受けたことがないんじゃないですか。ゲームセンター行きたいけどさ、お金ないんだよ。プラスマイナスやじゃん。ほ本当におもろい。なんかあれもう本当になんか、別に X で、ま、めっちゃ見てる。X で。スタバの新作飲んでな。飲みたい。あれ飲もうと思ったのにさ、またさ、キャラメルフラペチノ飲んじゃった。いつもそうやってね、飲んじゃうんですよ、キャラメルフラペチノ。ゆいちゃんと東京行く。え、ゆいちゃんと東京行くの。そう、ゆいちゃんとね、ゆいちゃんと東京で遊ぶ約束してるの。もうね、自分東京友達めっちゃいるから、なんかね、そう、ずっと遊ぼうって言ってた子がいたんだけど、そう、なのにずっと遊べてなくて、そのアイドルの子とかね、他のひなのちゃんとも遊べてないし、もうずっとずっと遊ぼう詐欺をしてるわけですよ、いろんな友達と。東京のだから早く遊びたいんです。だからもうお金が入ったらたくさん遊ぼうかなって思いますよ。あとレッスンが休みが多かった。なぜクレーンゲームもうしないもん。だから東京行って1週間ぐらい泊まって1日1回遊ぶ人をなんか決めなきゃ、普通に自分、そう、ゆいたんと遊ぶ、ゆいたんとも遊びたい、ゆいたんと遊びたい、夜ご飯食べたい。カノは自分に正直なんだろうね。だから5回目さえお会いしたのかな。やったー、嬉しい。リプレイで気を決めれば変な話だ。そうなんですよ。だからもういいわって思った。どうしよう、それでさ、なんかルール違反ですとか言ってさ、なんか、ビリにされたら、ありえそうで怖いんだけど。正解誰って言われるよね。やめさせることはないよね、確かに。あなたが神だったの、そうですよ。ラショーン、あ、そうそう、懐かしい、ラショーモンです、ラショーモン。そうやってカナにアンチしてる人はラショーモンのような世界に入り込んで、きっ
と糸を切られて落ちちゃいますよ地獄に。そう、それを言いたかった。なんとかしてる人って今暇なんだよきっと。入れ簡単単何それ。彼方よりもすごいことややばいこと言ってる先輩いるから安心してね。え、そうなの。え、彼のやばいと思ってた自分もうギリギリなんじゃないかって、ギリギリをオーバーしてるんじゃないかと思ってた。しごくんハートありがとう。ケン、セイキさんもさっきの発表でしたらしいよ。え、そうなの。みんなそうだよね。こんばんは。7周年ツアー行けたとしても金具どこの県に来るの、広島以外で。え、だから知らないんだよ自分も。知りたいよどこの県行くか。やば、眉毛がだから自分もそもそもね、出させてもらえなかったらなんかもういろんなこうやって普段の行いって言われるんだろうなって思う。こういうあの配信で文句言うところとかって言われそう。でもね、そうやってね、人って荒探ししたら何個でも出てくるんですよ。だってうち以外にもそんないっぱい荒探ししたら、あれなんて出てくる人だっているでしょって思いますね。そのターゲットが可能なだけで他にもいっぱいいるでしょって思う。立ち位置後ろにされたの、いや荒探しなんてすれば誰だっていっぱい出てくるわって思っちゃう。元気さんあったありがとう。ゆいたんタクシー、え、それな、え、待って、おもろい。ゆいたんタクシーできそう。なんかさ、いちごのあの話おもろかった。雪の日さ、レッスン場行くのにさ、寒いねって言ってたらさ、ゆいたんが隣タクシー降りてきたって。マジでおもろい。本当におもろい。よくある話なんですよ。なんか、レッスン終わってどこ行くのかなと思ったら、タクシー乗ってなんかどっか行っちゃったりとか。普通にあり得る話なんですよ。本当におもろいんですよ、ゆいたんは。お嬢様です、それじゃ違うわ。ゆうゆうさん、マシュマロありがとう。4人の熱い話もチキン、え、4人の熱い話なんだろう、言えないかなちょっと言えないかも、わかんない。楽しかったですよ、いろんな話をしました。今後の人生とかかな、わかんないけど。いちごちゃんがかなうちゃんの家に寄ってから山梨帰りたいみたい。え、どれが、なんでうちの家寄りたいの全然うちの家、なんでうちの家、おもろ、うちの家寄って何するの全然来てほしいんだけど。え、でもかなもいちごの、あの家泊まりたいです普通に。東京でおいしいものの報告よろしく。え、わかんない、何食べればいいか鶴通った行こうと思ったら行けなかったんだよ撮影で。この前のひろしさん声ありがとう。そう、ゆきのちゃんも一般人にでね、なんかやってほしい。でもゆきのちゃんとは連絡は取ってるので。そう、でもゆきのちゃん通していろんな他のアイドルさん、女の子のアイドルさんとなんか出会えたから、そう嬉しい。東京行ったらでもゆきのちゃんと遊びたい。そうだって自分多分ライジンガールだっけのリカさんもうゆきのちゃん通じて友達に なった。あれ嘘かも、待って、それは嘘かも、普通に友達だったのかもしれない。いや待って、わかんないけど、でも普通に連絡は取るし。あれ、待って、待って、わかんない、もともと友達だったかもしれない。やばい、もともと友達だったかも、わかんない、わかんないけど、でもなんかゆきのちゃんにはめっちゃなんかお世話になってる。お話も聞いてくれるし。ゆいたんちの家の中に家さんあったらどうしよう。え、やば、もう遊びまくる無料で。そりゃ簡単、反則でいい。やだ。え、確かにそれはそれで美味しいと思えば、確かにもうそれ X にあげるわ。反則したら B になりました。一番バズりそうなネタよねそれ。秘密主義、こんばんは、ヤッホーヤッホー、かなっぽリアチが富士山近くにいたくないって言ったから。え、本当に富士山来な、富士山来なってか、私も登ったことないんだけど、頂上まで。来た方がいいよ。叩けばこれが出てくる。そうなんです。こんばんは。どこの県に持ち込んで。え、わかんない。え、どこの、確かに、そうだよね。なんかさ、メンバーわかんないのにさ、なんか、申し込みしてって言われてもさ、ちょっと早く出し、なんかメンバーを決めてよってなっちゃうよね、みんな。南光さん、マシュマロありがとう。いつか親元と返そう。雲の糸の主人公が神田あった。え、そうなの、なんかその名前なの知らなかった。前座かよ。マジでしなしなあんまり。え、来てよ、え、来てよ。いやでもライブってやっぱ行かないとね、良さが分からないですよ。まあ、みんな行ったことあると思うけど。マルさんこんばんは。南光さんあとありがとう。どうせもどうでもいいけど、
雪の話の、え、それなマジおもろかったよな、数学ね、ミステリアス、そうなの、クリちゃんおはよう、タクシーなんか使うの、ヘリだヘリヘリで来たら本当にもう爆笑しちゃう、自分動画撮っちゃう、ゆいたんヘリで登場、ガンちゃん分かんなくても私、え、そうだよ、ひーたんはよくね、本当にね、よくタクシー乗るんです、昨日は普通に本通り行くのになんか二人が電車乗ったから自分だけ走ったいや、お金ないとかじゃないよ、お金ないとかじゃなくて、普通になんかどうなるのかなと思って走ってみた、でも私の、あ、私と同時に着きました、電車は。全然そうなんですよ、めちゃめちゃ疲れた、普通にレッスンの後だったしで、もうダッシュして本通りまで行った、めっちゃ走ったな、本当におもろ、そうで帰りとかもタクシーで帰ろうって言うけどさ、めっちゃ金あるやん、でカズミとか毎日お金ないお金ないってみんな言ってるのに、リッチだなって思います、私走って帰りますよこれからもヒータンたちがタクシーで帰ろうって言って、ヒータンとカズミがタクシーで帰っても私はもうめっちゃ走って頑張って、その食べた分消費したいと思います、リュウセハタありがとう、ヒータン変なこと教えないでね、教えてないよ、さやか言ってから、え、本当に爽やか来てみ、あ、来てっていうか爽やかつい、え、いちご爽やかよく行くって言ってたよ、初見です、頭こんがらがって、久保ひなのちゃんの生誕祭見に行くとかも良さそう、あ、見に行きたい、見に行きたいね、それはいつだろう、いつなんだろう、まるさん、くまのお人形ありがとう、ありがとう、くま、よういちさん、マシュマロありがとう、たんたんさん、ハートありがとう、マシュマロありがとう、タパスコさん、マシュマロありがとう、まるさん、レンボさんありがとう、どこ出るか分からない、申し込めない、そうだよね、そうだよね、ごめんね、まさしさん、マシュマロありがとう、タカスクリニック、今週は沖前公園行きます、へえ、そうなの、いいな、うち行きたい、これ傷だよ傷、めっちゃ傷なんだよ、ほら治りますように、来週13日のフェスのメンバーさえ決め、ねえねえさんどうなってんのって、え、そうなの、まだ決まってないの、あの招き猫みたいなやつね、確かにそれも決まってないんだ、大変だね、大変そう、なんか人手不足なのかな、誰か入ってあげて本当に、でもなんかファンの人がさ、マネージャーとかになってくれたらさ、なんかすごいさ、なんか気持ち分かってくれそうだし、なんか一回ファン目線を経験してるからしっかりしてくれそう、転校生を送るシーンが、え、雨の中、そう、わさび大福さん、マシュマロありがとう、庶民的なかなとやばい恥ずかしい、違いよ、普通に電車は別に乗れるよ乗れるけど、私ペイペイ派なので現金は持ってなかったんですよ、でそのちなみにその前の日も現金持ってかないで、でペイペイスマホだけ持ってって手ぶらで行ってたから、ヒーターにお金を借りて電車乗ったんですよ、だからちょっと2日連続はなって思ったし、しかも別に電車乗んなくても電車来る待ち時間をなんかとか、待ち時間とか電車が信号に引っかかってる時間考えたら普通に走った方が早いんじゃねって思ったら普通に同じ時間だったんで、そう別にそんなお金ないとかじゃないですよ、加藤さん、マシュマロあじゃなくて誰もありがとう、1位から37、え、7、私の夢が牧体公園、え、そう牧体公園来てよ、日々が置かなくて行くだった日から見ました。え、待って、大丈夫じゃなんか、普通に置かれないイメージ。ひなのちゃん生誕3月9。え、やば、行きたかった、絶対無理やん、3月9とか、なんか入ってた気がする。ちくわどなさん、ありがとう、バラ。嬉しい。え、やることな。かなえちゃん、今日かわいい。やった。今日かわいいよなんて。照れちゃうじゃないか。やめてよ、かりさん。就活の時調べたことあるけど、さすがに申し込まなかった。確かになんか別にあんま、ね、なんか確かにまあ普通のマネージャー、確かにうんでもまあいいと思います、ちょっとみんなにやってみてほしいですね、え、小平入ってよ、申し込んで、申し込んでみて一回面接来てよ面白い、そう就活いいじゃん、おすすめするよ、あんましないけど
まさかマネージャーあったら危ねえだろ。確かに危ないかも。でもさ、普通になんかさ、なんか普通に募集されてるからなんか何とも言えないよね。結構メンバーさんも言ってるけど、なんでこんな発表遅いんだろうね。確かにそれは気になるよ。確か今のねさ、女性さんが全然知らない。あ、そうなの？全然知らない。カリさん、ハタありがとう。スコさん、マシュマロありがとう。カリさん、ハタありがとう。スコさん、ドラマありがとう。カナのマネージャーしてほしい、マジで。カナのマネージャー、大変だよ、カナ。多分カナのマネージャーすごい大変だよ。でも理不尽なことが起きなければ、普通にうちは生きてるだけだから別に何とも言わないんだけどね。そもそもそれを起こしてるのは向こうだし。それを、ね。起こさなきゃいい話だから、うちを意地悪しなければ別に私も何もしないよ。何も言わないよ。質問しないよ。スコさん、誰もありがとう。イコカとかないんだよ。私、電車って路面でしょ。そうだよ。電脳さん、誰もありがとう。仕事遅かったら入れるかな。仕事遅かったら入れる？どういうこと？入れるんじゃない？あ、仕事遅かった。あ、仕事遅いの使えない人になるってこといいんじゃね？面白いじゃん。キャラに使ったことある人はマネになれない。そうなんだ、知らなかった。カナのマネージャーしたらやむかも。あ、確かにそうかもしんない。油そう。そうなの？小杉さんが大変そう。確かに、だってすぐ連絡とかねしなきゃいけないから。リオのルームランナーにハマってるのが草です。おもろ。こんばんは。カナのマネージャーだったらゲーセンの金くれって言われそう。言うかも。ゲームセンター行きましょうよとか言っちゃうかもしんない仲良く なれたらみんなと。だからファンの人がやってほしい、マネージャー。バイトでやったシュートマネーまで行った。シュートマネー懐かしい。うちらもあった。うちやったことないけど、そんななんか偉い人だったな、おばあさんの。このハゲとか言わないわ。あと2分だけど間に合うよ。13位、長谷川さん。12位、まさしさん。11位、ゆういちさん。10位、のぞみ4号さん。9位、ゆうゆうさん。8位、わさび大福さん。7位、ハローさん。6位、南光さん。5位、キッチンさん。4位、たかゆきさん。3位、やすべ。2位、まっつんさん。1位は、まるさん。まるさん、ありがとう。まる。まるさん、いつもありがとう。嬉しいよ。ありがとうね、まるさん。ありがとう。なんとかと決まりました。文句は気つけません。そう。有給休暇ちゃんとあるなら、分からん、みんな入ってみ。アイセレモンさん、マシュマロありがとう。でも私はもう本当にみんなのことが大好きなので、別にうちは全然いい。アンチしない人なら、上もしさ、ファンの人が上になってさ、うちのアンチしてきたらめっちゃ笑っちゃうんだけど、実はごちゃんでアンチしてましたとか言われたらおもろくなっちゃう本当に。バイバイみんな、おやすみ。ナナシさん、お疲れ、ありがとう。みんな、リペンも終わっちゃうよ。あー、みんな、59分でリペン終わっちゃう。行ってきていいよ、別に。リペンされたかったら、最後の最後で。もう終わっちゃう。あと何秒だろう。あの、配信が終わると同時に終わるので、リペンの応募資格が。あと15秒だよ。リペン行ってきてね、バイバイ。おやすみ。コラのも多分間に合うよ。アートかだけ投稿してきな。